数何人かのプレイヤーに人数が多いトーナメントなんか言いまねしやすくないって言われたんですよ。あ、まあ、30人のトーナメント1000人でしょうか、全然人数違うんですね。両方とも上位 15% が今ですね、両方とも上位 15%。 僕は今まで複数の人間に1000人のトーナメント言いまねしやすくないって言われたんですよ。なわけないんですけど、じゃあなぜその人がそう感じるかはちょっと考えてみる。人数が絶対数で多いから、その比率じゃなくて、1000人の 15% なら150人投げすぎるけど、20人だと3人なんで、150人と3人どっちに上げやすいかって言ったら150人みたいな。半分ぐらいかなというか、そこまでバカで自分の実力にもよりますが、数が多い方がそれだけ弱いので入ってきやすい。ああ、そういうはそれは正しいけど、そこではない、そこではないです。ポイントなのはその絶対数だって考えてしまうと正しいんだけど、うまい人たちがなんかオレンジとかそういう確率があるんですよ。数が上がるからバッドビートでうまい人が飛んでいくから。あと4人でインマネって言ったじゃないですか。僕のあと4人でインマネっていうのは、これ決定的な情報が足りないんです。僕が例えばね、この今この紙くれたじゃないですか。でここで例えばあと4人でインマネって書いてあったとしましたじゃないですか。それにとって僕はその情報は僕にとって何の有益、全く有益じゃないんですよ。その情報だけで何が決定的に足りないですか？プライズ。違う。あ、もちろんプライズはなんか普通のプライズだとして。そういうことですね。その26人中4人飛んだらっていうところが一番重要なわけじゃないですか。はい、そのさっき言った人数が多い方がインマネしやすいって感じの人たちというのは、バブルになった時点からどれだけインマネしやすいかってことを言ってる。1000人までの1001人残りと。10人1枚って今の11人残りじゃ全然違うわけですよ。でも彼らはそれを同じとして理解してるから、それ1000人中今の1001人残りだったら、まあ、100人の1000人の1001人残りだったら絶対にインマネを狙った方がいいですよね。もうあまりにもインマネが近すぎるわけじゃないですか。1001分の1飛べばインマネするんじゃないですか。でも 10人の11は11分の1飛ばないといけないんですよね。この割合ってめっちゃ重要なんですけど、だからさっき僕がパッと計算取ったのは全体に残ってるフィールドの何パー飛ばなくちゃいけない。この場合は全体に残ってるフィールドの15%飛ばなくちゃいけないんですね。この数字が高ければ高いほど普通通りにプレイすればいいし、この数字が低くなればなるほど、まあ、バブルファクターが高くなるんですよね。だってインマネが目前に近づいてきてるわけですから。より徒歩3分のところにあるポーカーのリングゲームが楽しめるお店です。ポーカー未経験者の方でも女の子のスタッフが優しく丁寧に教えてくれます。在籍している女の子は15人以上、いろんなキャラクターの女の子と一緒にポーカーが楽しめます。リングゲームのテーブルは2つあり、初心者の方はルールを覚えられる初心者テーブルで、経験を積んだら海外でキャッシュゲームをプレイしている人たちも遊んでいるディープスタックの上級者テーブルでプレイすることができます。自分のレベルに合わせたテーブルでプレイすることでステップアップが可能です。お車でお越しの方は定型駐車場が終日300円でご利用できます。じゃんけんポーカーはタイムレース制でチップを購入して遊んでいただけます。フリードリンク、お菓子、軽食、食べ放題。初めてご来店のお客様にはリングチップ3000円分をプレゼント。買いポーカーに遊びに行って、みんなとワイワイ楽しくリングゲームで遊びましょう。待ってまーす。マジでゼラ楽しいですよ。